パニックジャックを作った時に、はい、すぐに大きいのちっちゃいのってあのサンプル作ったんだよね。作った、うん、あれこのでっかいのって初めて見るんですけどそうでしょ、これがデカジャックデカジャックいるんですねデカジャックいるんですよ。で、これが通常のパニックジャックで、今回ついに最新で出てきたのがタイニージャック、チビジャック、まあ通称ズルイジャックって呼ぶんです。ズルイジャックもう釣れちゃうんでズルイ。え、自分これなんかイメージ的に、うん、あのワールドレコードジャックのイメージなんですね。まあそうですね、そういう人もいると思います。これなんかそういうこれですよね。そうです、そうです。このわ今は去年抜かれちゃったんですよ、記録は。まあ、でも2年前ですよね、これ世界記録取ったの。あ、でも僕が作ったルアーの中で初めてワールドレコードが出たのがこのタイニージャックだったので、はい、でこれが、まあ、カラー名が WR ボーンワカサギって言うんですけど、これ、WR ってワールドレコードの略なんですけど。あ、だからそうなんですよ。ワール…え、実物その時釣ったのはこれですね。超貴重ですね、これもうボロボロうわこれですね、世界記録、はい、そう、2年前にあのレングスレコードなんです、長さのレコードなんですけど、はい、平鈴木のね、ワールドレコード釣った時のが、ルアーがこのタイニージャックの今手に持たれてる、そうですね、このボンワカサギ、それでね、釣ったんですよ。まだね、テスト品だったんですけど、はい、ちょうどパニックジャックでも釣れてたんですけどね、ちょっと当たりがなくなったんで、はい、これに変えた途端に一番大きいあの平鈴木が出てくれました。レングスっていうかこの腹の張り方もなんかブラックバスみたいな張り方してます。そう、すごいね、何キロあったんだっけかな、6キロ弱、6キロ、はい、そうですね、重さは6キロ弱でしたね、うん、だからこのちっちゃな10番の針で、はい、あの伸ばされないかとか折られないかとか、うん、それをすごい気にしながらちょっと時間かけて慎重に。いやでも YouTube 見る限り結構雑なファイトしてる雑だったかな、うん、一応私の中では丁寧にやったつもり。いや、まあでもドラッグ調整はしてたもんね。うん、そうそう、すぐにねちょっとエラー洗いした時のねあの姿が、うん、ちょっと今までより大きいと思った瞬間にちょっとドラッグは緩めましたね。これ絶対思い出のスーパー思い出の一匹だし、自分で岡田さん作ったルアーでワールドレコード釣れる、さっきも聞きましたけどそんなことあんだな。やっぱルアーで作ってる人としたら、やっぱ世界記録が釣れたっていうのはやっぱり一つのなんか目標じゃないですか、うんうん、はい、ね、いやちょっとどんどん世界記録釣りますからこれお願いします。なので私これちっちゃいんですけど、はい、ちっちゃい魚用って言うんじゃなくて、はい、もう何でもいけんじゃないかっていう気持ちがあるので、もうなんだろう、結構それからこれからこの2年間これやっと発売しましたけど、はい、実は私は結構この2年間でだいぶいろいろ釣らせてもらっちゃって、だから皆さんにもいろいろ釣ってもらいたいなと本当思ってます。もういい加減出さないけないっていう状況になっちゃったんです、ね、釣れすぎて、うん、釣れすぎて本当に、うん、平鈴木のワールドレコードがプロトタイプでいきなり釣れちゃった、はい、タイニージャックがそんなにね、はい、こう発売とか考えてなかったんですよ、その時は、はい、まだこう3タイプこれ作って、はい、まあ、ちょっとテストしようかねって言って、その時まだパニックジャックもテストしてて、はい、やっぱこれはね、やっぱりどこ行ってもいろんな魚釣れて、今年はもうとにかくあの、うん、チヌジャック化しての活躍、うん、そうそうそう、半端じゃなかったじゃないですか。パニックジャックって本当ね、いろんな魚種釣れるんですよ、はい、淡水、海水。え、今あのザクッと、うん、どんな魚種具体的に、まあまあバス、はい、ギル、はい、トラウト、はい、トラウトも、まあ、伊東北海道釣りだし、はい、で初めて伊藤も釣れたんですか。伊藤で、あの初めてトップウォーターで伊藤で釣ったのもこのパニックジャックだったので、オリジナルサイズで、はい、はい、やりましたね。あとだからシーバス、はい、まあ、平鈴木、はい、あと何釣ったかな、ブラウン、ブラウンね、あ、トラウトね、あと稲田とか釣ったね、クロダイ、チヌ、はい、あのキビレ、そうそうそう。なんかでも
小倉さんってイメージだとどちらかというと大きい方なイメージがあるのに、そこであえてちっちゃいのね、ちっちゃいのをリリースしたってのがなんかちょっと不思議だな、うん、これね、本当あの琵琶湖って行った時に、はいはい、僕は通常のサイズのルアーを、まあ、背びれからスーパールーパーから使ってて、はい、うちのお母ちゃんがねこのタイニージャックを使ってたんですけど、はい、僕ゼロ引き、背びれとかも全部駆使して駆使してやってたんだけどゼロ引きで、はい、うちのお母ちゃんこれで十何匹その日釣ってるんですよ、でそれも30センチ台から40センチ台まで、はい、要はだからちっちゃいからちっちゃいのが来るっていうわけじゃなくて、ちっちゃいベイトにちょっとなんか、はい、その時はバスが反応が良かったのかなって。でもなんか近年あのワカサギ好きのバスがすごい琵琶湖なんかも増えていて、はい、IG 系とかこういったのも効いてるなんていう話ですから、だからなんかこう昔のこの豪快な釣れ方をしてた琵琶湖っていうのは本当にもう昔話で、はい、今なんかちょっと釣り方とかも関東寄りというか、ちょっとベイトのサイズとかルアーのサイズにちょっとうるさくなってきてるのかなっていう、必然としてのマッチザベイトを目指すときにこのサイズ感のちょっとしたチェンジで対応していくっていう、でこのサイズでまあ7センチ今 6.5g なんですけど、これテールに見えますかね、これタングステンのウェイトが入ってるんですけど、だからぶっ飛ぶんですよ。そうなんですよ、この小ささで軽さなんですけど、やっぱりちょっとあの竿につけてこうね振ってもらえると分かるんですけど、すごくこのあこれ飛ぶなっていうのが分かります。オリジナルもタングステン、タングステンこれ入ってるんですね、はい、まあ使い勝手はこっちの方がいいんですけど、はい、ちょっとライトなタックルにしていただいてこっちを使うとちょうどいいかなっていう、はい、これちょっとそのワールドレコードカラーもあるんですけど、うん、今回6色、6色です。あ、もしよかったらカラーのコンセプトとかこのまま、はい、教えていただいちゃいますか。これが金ワカサギですね、はい、まあベースは黒金みたいなもんなんですけど、はい、まあ、ちょっとあの大きさ的にもワカサギチックなんで、リフレクト版が、はい、ゴールドのリフレクト版が入ってで、お腹はちょっと腹折れになってまして、背中はちょっとパールのグリーンブルーみたいな感じですかね、はい、これが金ワカサギ、はい、はい、次これピンクヘッドクラウン、これは視認性も良くて、はい、あとまあこのリフレクトのキラキラ反射してお腹は白なんですけど、これ結構その海でも淡水でも海水でも結構このよく当たるカラーですね。遠方からの視認性もすごい良さそうな、はい、そうですね、はい、あ、ストライクドットも完備、そうですね、はい、続いてこれこれサーディーンっていうカラーなんですけど、まあイワシ類、まあ海の小魚的な感じですね、はい、淡水だとワカサギチックなカラーなんですけど、海だとまあイワシっぽいなんか小魚系のカラーが欲しいなーっていうことで、はい、でもまあ淡水でもクリアレイクとかだとこのブルーバックとかって結構あの使用頻度高いと思うんで、淡水海水問わずこれもいけるカラーだと思います。はい、はい、じゃじゃーん、これイクラですね。イクラなんですね、はい、イクラ、これもねストライクドット入って、でこれはオーロラのゴールドリフレクトになってますね、はい、で背中は、まあ、オレンジ系、オレンジレッド系ですね、赤金好きに、はい、そうですね、全員集合って感じのカラー、なんかこう赤金にしようかなと思ったんだけど、はい、なんかちょっとやっぱりイクラっぽいなっていうことでイクラっていう名前にしちゃったんですけど今回、はい、そしてこれ来ました、先ほどねお話ししたワールドレコードを釣ったこのカラーと同じカラーの WR ボーンワカサギです、ワールドレコード、そう WR がワールドレコードって言うんですよね、まあうちのお母ちゃんがこれ初めてね、はい、僕の作ったルアーで世界記録釣れたルアーがこれなんで、このカラーをちょっと
年に出してみました。これはボーン素材に直接ピンクパール、はい、ピンクパール、ピンクにちょっと光ってますよね、はい、全体にピンクパールをうっすら塗って背中はねちょっとワカサギっぽいカラーに仕上げてますね。すごいシンプルなんだけどよく釣れるカラーですね。もう癖のない釣れ線カラー、はい、トーナメンターとか好きそうって感じのカラーで、はい、はい、次がこれクリスタルフィッシュ。まあこれテストの時から、まあ、このクリアーのカラーのこのタイニージャックってめちゃめちゃ釣れたんで、はい、これはもう出しといた方がいいなということでこのストライクドットつけてちょっと出してみました。トップウォーターでこのレインストラックのクリアーって特にクリアーだなと思うんですけど、はい、小倉さん的にクリアー入れる瞬間ってどういうタイミングで投入するんですか？釣りの中でめちゃめちゃクリアウォーターで、はい、魚によく見せたくない時とか、ゴースト系から究極系っていう感じの、はいはい、あと結構海のメッキであったりとか、はい、海の魚って目がめちゃめちゃいいんで、はい、もう見えすぎちゃうからもういい時はいいんですけど結構すれんの早かったりするんで、うんうんうん、群れとかでいる時の場合こういったカラーを入れると結構こう長続きするっていうか、それさせないか、はい、要は何ですか、あれなんか動いてるっていうの分かるんだけどちょっとよく見えないみたいな、うんうんうん、もう襲っちゃえみたいな流れに持ってくる、はいはい、うわもうなんか本気のカラー6色、そう今回ちょっと本気のカラーを6色で、遊びのベタ塗りレッドヘッドとかそういうのはない、まあそれはもう次回以降やっていこうかなっていう感じで、はいはい、とにかくいっぱい釣っちゃえよみたいな、はい、でこのタイニージャックとこのね、はい、パニックジャックどういうルアーなんだよってまだ分かんない人結構いると思うんですけど、はい、これはそのペンシルってこうロッドアクションでチョン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 やらなきゃいけなくて、うん、意外とこの作業って疲れちゃったりしません、はい、一日中こうやったりとか、規則正しい独奥一日って結構集中力そうですよね、はい、います、いりますよね。だからそれをリールの巻きだけでなんか不規則なアクションができればめちゃめちゃ楽だろうなということで、はい、デジ巻きでなんかこう不規則なアクションができるようなルアーを欲しいなっていうことでこれを作ったんですよね、はい、でそのためにこのねちっちゃいリップをつけて、はい、ここに水の抵抗を受けることで、うん、飛び出しちゃったりとか潜ったりとかもういろんなアクションをはい、まあめちゃめちゃなアクションって言ったらいいんですかね、まあパニクった小魚ってそんな規則正しくこんな泳いでるってないですか、死に物狂いそうですか、もう必死に逃げる、はい、もうそういう様をこう表現できたらなっていうことでこのルアーを作ったんですけど、で後ろ重心のこの独特な、うん、このリップをつけることによって、うん、その急にパニック、まあね、たまに潜るっていう音ができるって感じなんですか？そうですね、ロッドのポジションとかによって下にやれば潜っていくし、はい、上にすればまあピョンと飛び出ることもできるしっていう、なんか初見で全く何も分かんないで見たら若干身の奥に見えるんですけど、そうですよね、トップウォーター、トップウォーターです、はい、パニック逃走アクション、うんうん、特殊なペンシルみたいな、そうですね、あ実際にどんな動きかよし、ちょっとやってみましょうか。ありがとうございます。これスナップとかは、うん、どんな、まあ何でもいい、ね、まあそこそこちっちゃすぎなくてもいいと思うんですけど、はい、まあバスで普通に使うぐらいの大きさでいいのかな、あんまり、うん、特に厳密には、そうですね、やっぱり重いのつければちょっと、はい、浮き上がりが遅くなったりとかするんで、はい、その辺は加減していただいて、まあ、竿でちょんちょんってやればこうなんですかね、ドッグウォークみたいなアクションもできるんですよ、短距離でテーブルターン気味なドッグウォークもするし、はいはいはい、するし、はい、まあ普通に引っ張ればこうフラフラフラってちょっとねこうフラフラフラって泳ぎますよね、ローリング系の、そうですね、この動きがあるからリフレクト板が入ってるカラーリングとかは、そうですね、キラキラ生きてくるしますね、ただ引きの時にかなりキラキラしちゃう、はい、でまあ本当はまあ
リーディングとかでチャって、あのデジ巻きとかで使うと、まあもうちょっとねこう距離があって、はい、早い巻きとかでやるともうちょっとあのアクションするんですけど、もう入り込んだり水面からもう見失うぐらい飛び出しちゃったりっていう、はいはい、そうですね。で逆にこれ垂直的にまあ近いんで、はい、ピンスポットでこのなんだ弱った小魚チップにこのちょっとってこの弱い動きを誘うこともできるし、あこれちょっとあのなんだろう酸欠気味になってちょっと浮き上がってきてちょっと弱った小魚チップなんですよね、はい、こういうのもできるし、で、あの水面でちょっと出ないな、はい、でもちょっと潜らせると出るような、はい、でも潜りすぎると浅くて引っかかっちゃうなっていう時には、はい、このあのなんですか竿をちょっと水中に入れつつスイッチしてあげると、そんなんか水面からちょっと入ったぐらいのところでちょっと何ですかね、見の、まあ、水中で 3D ダートしてますね、こっちで見てると、はい、はあ、だからその現場の状況に合わせていろんな使い方ができちゃう、まあ魚種に合わせてとかも魚種によっても速い動きが良かったりとかゆっくりが良かったりとかっていうのもあるし、ワールドレコードになるぐらいもうそんな誰にも釣られたことないかは釣られてももう糸をぶっちぎってたやつが思わずバイトしちゃうアクションとかですね、はい、いやあのね平鈴木のワールドレコードを釣れた時も、はい、ちょうどねカタクチイワシがこのね7センチサイズぐらいだったんですよ、はいはいはい、でやっぱり普通のパニックジャックでやってると、はい、大きい平鈴木よりちょっとちっちゃい60センチくらいまでしか釣れなかったので、やっぱりちっちゃい魚は騙せてもちょっと大きいやつは騙せなかったんですけど、でもこのね10番フックでよくあの大きさの平鈴木が取れたなっていうね、まあこれにあのルアーチェンジした時にドラグ調整して、はい、あのちょっと弱めにしといたんで取れたんですけど、はいはい、まあ、その様子もねうちのあの YouTube にあるんでちょっと見ていただけると思います。結構それ物はあったけど本当2年越しぐらいでついに新発売っていう感じで、そうですね、あの小倉さんのボックスの片隅になんかとりあえず1匹ぐらいそう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 いるけどなかなか発売されないなと思って、いやでもねこれね本当ねお尻重心ですからねちゃんとこうなんだろう飛びますから。小倉さんはあのオリジナルサイズってイメージですけど、絶対黒台にも俺効きそうだなと思って。そうなんですよ。でちょっとやっぱりあの普通のパニックジャックよりはちょっと荒れた水面だとちょっとアピール弱いんで、はい、本当に投げた時に、はい、あの黒台はこれは結構釣れました。いいね。ちょっと波が立ってきたらパニックジャックの、はい、うわありがとうございます。まあ通称これズルイジャックって言われるぐらいズルイジャックが、はい、釣れすぎてずるいですよっていう。これ絶対俺はもうボイルスイモンとかでもう永遠にシーバス釣れちゃうんだろうな。ボイルスイモンやばいですねこれか。なんかやっぱすごい小さなシコイワシとか食ってる時にオリジナルサイズだと若干あの見切るというか、はいはいはい、あれ餌のサイズ全然合ってないって瞬間があって、このサイズは待ち望んだ。で、あれ出ないなーっつって、はい、回収でフラフラフラって巻き始めた時に出たりとかもするんで、普通のペンシルだと水面さーっとこうやって来ちゃうじゃないですか、はい、回収で、はい、だけどこれの場合フラフラフラって泳いだりするんで、そこでこう最後のローリングが入って、はいはい、じゃあ船べりで1回は絶対止めた方がいいですね。あのそうですね、ピックアップする止めるかこう8の字入れるか結構これ8の字でも騙せると思うんだよね。今ね、なんか琵琶湖で10匹って最初の話がすんごいもう脳裏にもついちゃってて、いやね、ついに琵琶湖も釣れない釣れないって言われてたけど、やっぱサイズで全然違うんだなと思って。小倉さんが真横で同じボートでやっててゼロってのがゼロ、もうそういう状況だったんだなっていう。だからそういう状況の時にこういうのないとめちゃめちゃ困っちゃいますよ、ね。はい、あでもその状況釣れなかったなって帰っちゃうんじゃなく、ちょっとこれをちょっと試しにピッて入れたらあれ釣れたねみたいな。
いやでもその状況で絶対投げない小倉さんがやっぱ小倉さんなんだなって思います。いやテストになるじゃないですか。はい、俺はもうオリジナル以上しか投げねえ。いやでもね、投げてくれっていう、やっぱりそんぐらいそのボート同じボートで差が出るっていうのが楽しいですよね、はい、テストしてて、はい、推奨のタックルは今のところだとオリジナルのマジック。あ、そうですね、あの僕なんかは普通にマジックシューター、まあ、6フィートの、はい、あのちょっとスローに曲がるボートで投げてますけど、はいはい、でラインとかも、あ、スピニングでも全然いいと思いますよ。僕自身がちょっとスピニングあんまり使わない人間なんで、全然いいと思います。来ましたね。ついにタイニージャック発売開始してますよ。はい。よろしく。そうなんか。あとは、はい、そのトップウォーターやる人って、はい、やっぱりこういうタックルの人多いじゃないですか、はい、だからこのサイズが投げれないってやっぱ思っててスピンニングやらないから面倒くさいからみたいな人がやっぱ多いみたいなんですよ、はい、だけど私たちのこのタックルだったらもう全然このまんまこれ投げれるんで、はい、私たちの中ではなんか面倒くさくないんですけど、もうラインスラックシステムですね。そう、ラインスラックのこんな感じのタックルだったら、はい、それこそこのサイズから、もうその前から出てるジミージェイってもっとちっちゃいなんですけど、ジミージェイからスーパールパービッグまで、はい、投げることができるんですけどね。だからちょっとタックルによっては、はい、スピニングに変えなきゃいけない人もいるかもしれないけど、うん、こんな感じの人だったら全然 いつも通りのタックルで使っていい。より飛距離が欲しい人はスピニング。あ、そうだね、飛距離が欲しい人はスピニングだね。それは入れてるかも、ね、ちょっとおかっぱりならちょっと、うん、遠くない海の小物釣るとか、はい、あ、そうかそうか、はいはいはい、だからそこら辺はあれだ ね、うん、そういう、ね、そうだね、臨機応変だね、うん、俺この縛りって印象だったんですけど、今今日たまたまお水入ってきたら、うん、なんか私の後ろの方に、うんうんうん、ものすごいなんか色取りなんかこれこれさ、これあれ何ですか、見つかっちゃったこれ。いやいや、でも赤田さんすぎる。ああ、そうですか。これなんかいろんな仕様のが、バットめっちゃ太いし、なんか長さも見たことない長さだし、名前がですね、じゃじゃん、マグナムシューター。はい、ちょっとですね、これは去年からちょっとテストしてて、はい、あ、そっか、ゴリップもコルクじゃないからすごい違和感あったんですね。そうですね、はい、EVA になってて、はい、まあリールもこれタトゥーラの400ついてるんで、そう、なんか糸もすんごい太い P ライン巻いてあって、はい、オッズポート巻いてます。はい、これはですね、はい、じゃじゃん、これなんだこれ、ダーン、こういう感じのやつで遊びたいなということで、こういう打って変わっての、すげー、タイニージャックとね比較しちゃうとかなり大きさがあれですけど、ちょっとね去年からこういうのでちょっとシーバス遊んでまして、はい、で、ちょっと、いや、さすがにマジックシューターじゃ投げれないなっていうことで、はい、去年からちょっと、この類のロッドをテストしてまして、やっとこう最終形態ができたんで、ちょっとね、今年の秋には発売したいなっていうことで、はい、まあでも11月ぐらいにはできるといいなみたいな感じなんですけど、ちょっとそこはちょっと未定なんですけど、ロットはでもこっちのルアーの方はちょっと9月中に、はい、発売できればなみたいな、あ、いよ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 このボールペンが発売になります。あの削り出しからワイヤーの通し方から全て、はいはい、これね1個作るのめちゃめちゃなんかこう大変なんですよね、はい、あのもう組むのも大変だし、ラインスラックっていうとあのプラスチックのインジェクションってイメージだったんですけど、はい、こういうもう小倉さんが全部ハンドメイドしてるっていうのでね、もうやっぱりねもうプラスチックのルアー慣れてるんで、はいはい、プラスチックで行きたいなと思ったんですけど、はい、もう
申し訳ないです。もう本当に断然ウッドが釣れるっていうことが去年のテストで、はい、分かっちゃいまして、まあ、プラスチックのルアーとコレットで同じジョンボートでこう釣りするじゃないですか。全く僕あのプラスチックのやつ使ってたんですけど全然バイトすらないんですよね。これなんでなのかな、はい、でもこっちのウッドのオグペンの方はバンバン出るんですよ。でしかも乗るんですよしっかり。でその違いをさらにこう追求してって、はい、もうこの完成形ですね。浮力であったりとかフックの位置であったりとかもういろんなところにこだわって、まあ近いんで海もう毎日風がなければねボート出せてテストできたんで去年は。あの本当にもう針の位置とかもミリ単位で変えて重りとかもね1グラム単位で変えてやってこうベストなものができてきたんでね。これ昔ちらっと聞いたことあるんですけど、はい、詳しいことは、浅草のラインスラック営業時間に来たら、もしかしたらちょっとヒントはいろいろ教えてもらえるかもっていう。そうですね、教えないかもっていうなんかすごいすごいいい話をいっぱいこれ作ってる過程で聞いて、そうですね、ちょっとそれは多分もう企業秘密だと思うんでいやそっかーってっていうやっぱりトップウォーターの、そうですよね、もうそれしか投げ続けてない人が作り込んだペンシルってそんなことになるんだっていう、もう本当にいらないものを削ぎ落とした形で、うん、本当にシンプルに、うん、な形ですよね。でも形は出ちゃってますもんね、はい、この形だよ、うん、はい、もうシンプルに余計な意味のない形造形とかそんなのもいらないんですよね。カラーリングがもう毎度のとんでもなく魅力的な、はあ、オールドっぽさもありつつ、はあ、なんか現代っぽさもありつつっていう、なんかこうなんだろう、バスがだんだん寒くなってきて10月超えてこう、はい、だんだんバイトも少なくなってきた頃に、はい、シーバスがぐっと上がってくるじゃないですか、だからちょっと今年最後にドカーンと遊びたいなって方にちょっとこれ使って釣ってもらいたいなみたいな。もうあの価格とかも9月だったら決めと、ねまだ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 ちょっと細かいとこ詰めてまだもうちょっと、はい、具体的なところは9月中ぐらいにいろんな情報が出るかも、うん、そうですね、そうですね、ただ間もなくだぞっていう、まだねカラーもちょっと決めかねてて、はいはい、ちょっと変動があるかもしれないけど、はい、まあざっとこんな感じ。ここからの4色スーパーテストの旅にも行かれちゃいますからね。そうなんですよ、ちょっと今日からいやもうライトラックの YouTube 楽しみならもう絶対帰ってきたら動画にしてくださいね。いやでもねなんか全部9日間行くんですけど9日間、はい、ちょっと毎日雨なんですよだからちょっと動画が撮れるかなっていうところなんですけど、でもバイトシーン見たいですね。そうですね、動画ね、そうなんですよ、ね、これもうなんか連れてからちょっとiPhone で撮るような形になっちゃうかもしれないんですけど、小倉さんに俺いやもうその遠征のために今作ってるのがあんだって噂から聞いて削り出しの形とか見せてもらったりコンセプトをお伺いしたりして、はい、いよいよ9日間の集中、はい、そうですね、最終ゴーサインが出るか、やっぱやめ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 もう出さねえぞってなる場合もあるかもしれないそうですね、ちょっと今の段階だとね出す気満々で言はいるんですけどいやあれ実際ダメだねみたいなのもあるかもしれないです。もうほんとご安全にって感じで、はい、はい、じゃあこの竿とかも含めてまたちょっとバラエティー豊かな、そうですね、ラインスラックな展開が、これはね、あの東大の動画とかであの出てたと思うんですけど、ディスタンスシューター、ディスタンスシューターはまだ出て出てないです、これ発売はされてない。ね、一応1月ぐらいには発売できるかなと思ってて、はい、これやっぱり春の、うん、トラウトのミノーイング、はい、水海でやるんですけど、はいはい、銀山湖であったりとか、まあ、芦ノ湖であったりとか、はい、そういうところでも使いやすいようなベイトロットになってますね。じゃあマジックシューター2とディスタンスシューターと、うん、あとマグナムシューターが、うん、もう3本柱ですね。これがこうなるんですね、時期に。そうすると一年中いろんな釣りで遊べますよっていう、はい、いやかっこいいな、
全部イエローで。いやなんかもうどんどん広がっていくんですね、ラインスラックワールド、はい、ちょっとこれは小倉ワールドが、はい、広がってきちゃいました、じゃあまずはマグナムシューターの最終、そうですね、最終チェック、はい、チェックして、うわ釣れると良いのですが、そればっかりは分かんないんでね。いやすげえタイミングできちゃったな、また最後こんなかもう一回見せてもらっていいですか。これなんだこれ、この中から4色ぐらいが選抜されるかもっていう感じで、はい、まあペンシルタイプだけじゃなくていろんなタイプを作ってますから、まあ、いろんなものをねテストしてみたりとかしてやってこようかなみたいな。なんかとにかくこの強度が半端じゃない、はい、もう何ミリワイヤー、これは 1.6 ですね。 1.6 だったら、はい、まあ、GT とか GT とかだと2ミリとか使うんじゃないですかね。でも 1.6 ミリ全部小倉さんが手曲げして、そうですそうです、これ今ちょっと釣り行く前なのに手首言わしちゃって本当にやばいですよね。これからこれを投げに行くっていうのに、もうなんかこれ作ってたらこう手首言わしちゃいました。そういう感じです、はい、はい、ではもうじゃあ9月秋にかけてもラインスラック葉っぱじゃないいろんな展開が、まあ、そうですね、まあ、今日来てよかった、ありがとうございます、ありがとうございます、よろしくお願いします。